連日連夜お届けしております日本一筋トレをする社会人チームホンダ熊本、本日は打撃編お届けしていくんですが、ホンダ熊本の打撃陣とにかく飛ばず、なんといっても今年の都市対抗野球惜しくも2回戦敗退でしたが、2試合でなんと8発のホームラン。基本バッティング陣、まあ、10割そうっすね、スーパーマンぶりでいかに低い打球でヒットシャープにヒット打っていくかっていうのが僕の持ち味なんで、そんな長打力が持ち味のホンダ熊本の打線に迫る。まずはこの選手、今年の公式戦ヒット9本中なんと6本が長打という長打率6割6分7厘、背番号10番石井源選手。これカーブマシーンなんですけれども、ちょっと後ろへですいません。この時石井選手はうまくこうタイミングを合わせる感じで軽く振ってるんですが、1点、ドーン、投げ手のボールになった瞬間にマックススイング、決して大振りしているわけではないんですが、やはりパワーが違う。合わせた打球も音速打球、そして最後にはきっちりバント、まあ、必ずバントをしていくんですね。ホームランをめちゃくちゃ打つイメージのある本田熊本なんですが、浜岡コーチにお話を伺うと、実はそのイメージとは真逆のテーマがあるんだとか。細かくなってやっぱりフライアウトが多い感じ、ああそういうのが増えてくるとやっぱ低く強い打球、強く振る強く振るとやっぱみんな大振りで体開いちゃうんで、はいはい、開かず強くっていうところが、うん、意識だけですね、はい、結構監督もそうですけど、バッティングであれこれこうやってああやって言うとほぼしないですよ、もう100人いれば100通りっていう感じ、はい、スタッフからまあ声かけるっていうよりもちょっと悪くなってきたらこう選手から言い寄ってくる。なるほど。そして長打を打つイメージがある打線に対してもこんなお話が。そういう対応力、なるほど、引き出しを作っておくという、例えばエンドランだったりセーフティーだったり、ああだからこうやってバントを練習したりシチュエーション別で、昨日もトレーナー茂さんが、はい、ホームランの確率みたいな数字の話をして、なんかちょっと聞きました、なんか村上でも1割6分とかで、はい、岡本とかの丸とかでももう5分何厘、はい、いう世界で本当に一発が期待できるかっていう、そうですね、甘い汁を実は堅実に1点を取りに行く野球を展開していくのが本田熊本のテーマだったんです。いやー驚きました。とはいえ打つに越したことはないという中で、続いてはプロ注目のスラッガー、今年の都市対抗野球ではチームトップの5安打3ホーマーを放ったフルテラ選手。このフルテラ選手も今2年目なんですが4番を張ってるんですね。バッティング練習ではすごくねシャープな打撃練習をしているなという印象を受けました。実際東京ドームに見に行った時に豪快なホームランは見るんですが、練習ではかなり丁寧に打ち込んでる印象、逆方向へもしっかりと飛ばす技術を持っています。そんなフルテラ選手の意識は叩いて勝ち上げるだそうです。これ一点真逆の論理かなと思うんですが、上かな、上からとにかくいかんとやっぱファールになる。だけど早ピッチャー球の1個上2個上を打つ感じで、はいはいはい、救わない、入ってくるんですよね、ラインに対して入っていかないと煽っちゃってバーンって上がるから、でもこう行きながらも最後バーンそうっとこう打ち上げてくる、そんな感じです、こんな感じです、そうこんなこういう感じで、そんなスラッガーフルテラ選手がお手本としているのがこちらの選手、稲垣翔太選手。明豊高校から高卒でホンダ熊本へ来た社会人トップ級のスラッガー。今回の都市対抗でも150キロの快速球をライトスタンド看板にぶち当てた男としてかなり賑わせた一人。
今からでもプロ野球で見てみたい選手、そんな稲垣選手、ちょっと後ろへです、すいません。こんな感じで上からストーンと落としながらかち上げるスイング、こんな感じ、めちゃくちゃ飛ばすんです。とにかくしばらく稲垣選手のフリーバッティングご覧ください。飛行機に当たりそう。おいおいおい、ごめん見せちゃった、よっしゃオッケー見せちゃった、よっしゃよっしゃ、おおまだ何だおい、まだ3日だぞホームでボールと決めっくり、バズった、おじさん次ラストっすか、詰まった素晴らしい、あまりにもボコボコ入れてるんでグラウンドが狭そうに見えるんですが、しっかりと両翼100、センター120にあります。見劣りするとはこのことバッチリも打たれたらたまらんぞ、おっしゃおっしゃ、稲垣選手のフリーバッティング、最後カーブを打ってるとんでもない距離をご覧ください。おいしょ、えぐい、ここ当たった、わーこっちに来た、イブー打球追いしょ、いいね、打球バッサリ、よいしょ、あよいしょ、わーここだ、どこだどこだ、いかがでしたでしょうか、とんでもないバッターですよね。そんな稲垣選手にバッティングの時の意識を伺いました。まずはバットから、バットがめっちゃ重いって聞いたんですけど、あ、重いです、86センチの900なんで、しかもこの角刈りで超レッドバランス、バッターはホタッカのバットみたいじゃないですか、ちょっといいですか一瞬持って、普通触れないっすよ。ないわ。え、もうずっとこれですか。4年前ぐらいに変えてちょっと飛ばしたいなと思って。足上げた時の間合いの取り方がもうピタッと止まるじゃないですか。ああ。あれ何なんですか。頭とこの左足っていうのは1本の線っていうのはずっとここにあるよね。ここにちょっと乗せる感じ、バランスをとにかく大事に、はい、とにかくこの間を長くっていう探ってるんですよ、すげえずっと探ってる、ピッチャーからしたら何投げてもいかれそうな間合いを取ってますもんね、それはドームの看板当てますよ、ね、そうだ結構でもバット近くから振り出しますよね、そうですね、なるべくバットと体が離れないようにっていうのをずっと意識して、グッとなりがちじゃないですか、しかも重たいバットだしバッティング練習結構とにかく強く振るっていう意識して、はい、バッティング練習の前と後でこう修正って、あ絶対開かないようにここでブレーキかかるように、はい、前と後でまあ素振り的なところもあって、ティーだったり、なるほど、もう打って終わりじゃなくて気持ちよくなって終わりじゃなくてそうす、ね、修正して終わり、あ大事ですね基本バッティング練習、まあ、10割そうですね、スーパーマンぶりで試合だとどんぐらいのイメージですか、試合だとやっぱどうしてもボールに合わせるんで、はい、まあ、80% ぐらいに落ちちゃうんで、そのバッティング練習では 120% で捉えられるようにっていうのは意識してやってます、セーブしても飛ばせれるようにみたいな、フィジカルありますしね本田熊本の稲垣選手要チェックです。そして本日最後ご紹介するのは本田熊本代打の切り札、持永健太郎選手でございます。代打という1打席しかないその難しい役割をこなす持永選手のバッティング練習は低い打球が持ち味、1点もちろんパワーもあります、
1打席しかない代打、そこで結果を残し続ける持永選手の貴重なお話を伺いました。基本全部フル準備だけはできてるんですけど、今年の都市対抗のトヨタ戦で同点からのワンアウト満塁でゲッツーってしまったんですよ、代打で。相手ピッチャーが僕代打ってなった時に、はい、左の長谷部投手っていうのが出てきて、はい、真っ直ぐがいいピッチャーで、はい、真っ直ぐ準備していたのにもかかわらず初期ちょっと手が出なくて、コースは結構甘いストレートだったんですけど気迫に押されたっていう、自分の中でこう追い込まれたくないってなって、この高めのボール球手を出して、あ、そうですか、ボールも見えてない状態で、やっぱ代打は1打席しかないんで、いかにこう優位にバッター優位に持っていけるかが大事です、はい、でもピッチャーというか相手ありきじゃないですか。そうですね、だから基本的にはやっぱ積極的に行く、行かないといけないと思います。多少刺されるぐらいでも振りに行った方がいい。僕がその JR 東日本の山田投手行った時は、はい、2球目まっすぐ狙っててめっちゃ詰まったファウルって、はい、振ることによって分かることがあるんで、はいはいはい、そこで変化球を空振りすれば逆にその変化球も頭に入って、このボールは手出さないとか、はい、この高さからの同じボールは手出さないとか打席の中で分かってくるんで、打てるボールはやっぱり1打席に1球、まあ本当それぐらいですよ、うん、なかなか社会人レベルの投手になると、うん、それこそ稲垣さんとフルーテラとかはホームランバッターですけど、はい、もう代打1本なんで、はい、いかに低い打球でヒットシャープにヒット打っていくかっていうのが僕の持ち味なんで、ここはぶらさずに行きたいです、まあ、大きな打ちたいんですけど1打席しか僕はチャンスがないんで、そこで生きていく人間としてはそういうバッターじゃなくてダメかなと思います。